こんにちは。こんにちは。服とスノーボードの店、デイブ前橋の大輝です。です。さて今日はですね、はい、レミーラ2022年夏物からこちらモカショーツ。おお。これがとのサンプルですね、はい。モカショーツのサンプルが届いたので、これについて履いたり喋ったりしてみたいと思います。はい。もう履いてますね。履いてます。黒履いてます。今回ねあれなんでしょう、多分初めてなのかな。おなんか記憶にある限りでは初めてとなるこのスウェット素材のショートパンツ、はいはい、スウェットですね、うん、この生地はね春先に出たあのモカカーデとか、はい、あとは去年の冬に出たスモックフードだっけ、うんうん、あのパーカーフード付けの、はい、あれとかと同じ生地。おお、じゃあ柔らかくてドライなね雰囲気があって、うんうんうん、で裏毛もね、うん、こう一応あるんだけどそんなにループが長くない、うん、じゃあ全然もう暑くないというか、うん、夏でもいい。そうそう、さらっとした感じのスウェット生地だから、もうこの肌触りもめっちゃ気持ちいいんだけど、おなんかね、この作り自体は普通のスウェットじゃない、うんまあ、いわゆる不白っていう伸びない生地で作ったパンツと同じような作り方なんだ。作りが、うん、だからさ履いてる感じ、おなんだこのスウェット感そんなないんだよね。あーはは、うん、あの緩すぎないってことか。そうそう、おリラックスパンツな雰囲気はそんなないでしょ。あーないね全然、うん、ほんとなんだ普通の感じのパンツ、はあ、さっきちょっと履いたんですけど、うん、そのリラックスっぽくないんだけど履くとなんか柔らかくて全然。そう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 、履いてる方はもうめっちゃリラックスなんだけど、ね、旗から見ると、まあ、普通のパンツっていうね、いいとこ取りな作りになってますね、はいはい、あれこれさ、うん、出た。ほう、サイドに縫い目がないですよ、キッチさん、これマジで。うん、なかった。なんかだからなんかこのなんつうの履き心地がいいというか、うん、ないわ。あ、そう、すげえ。これ大変だね、じゃあ、うん、作ってるのすごいよ、これ丸胴風な。へえ、ま、この前のセンターと、うん、後ろのセンターと、うん、あとこの股下、おう、まあ、ここマッチがついてるんだけどここにしか縫い目がない。だからかこんななんか履き心地がね、ね、おう、わすごい、気持ちいいの。パンクでもそれやっちゃうんだ、ね、なんかあのカーディガンもそうだったよね。そっか、とかスウェットとかもここ縫い目作んない例の作り方をこのショーツでもやってるわ。なるほど、半端ねえな。ポケットが4つある感じなのかな。そうね、後ろが2つとほうほう、ここが普通の、はあはあ、でもこのさ、うん、前のこのポケットの、うん、ポケット口っていうの、うんうん、ここはリブだね。おリブが縫い付けられてる。あ、レミーラらしいですね、うん、おなんかこうここに当たる感じが、うん、ザラッとしてる。うーん、このここの生地はそこ滑らかなんだけど、うんうん、ここのリブがザラッとしてる。しっかりしてるのかな、うん、強度が、うん、このリブの目がさちょっとこう粗めなのよ、番手が、うん、はい、番手っつうかこのリブの感覚、うん、あ、ほんとだ、張り抜き具合が、うん、広いんだね、うん、でこれがねこう肌にこう当たると、うん、なんかねこっちのここのボディの生地とはまた違う感じ、うん、アンサンブルが、ほう、楽しめると。あ、これあれか、プリントは、サンプルは、あ、そうだね、プリントがなさそうですか。どっちだ、そう、サンプルなんで入ってないんだけどここにね、うん、プリントが入るんですよ本当は。だからこれも、うん、ここにちょっとこの、はい、一つの答えからはみたいな、はい、あ
のいつもの、いつものエイジ の文章がね、 T シャツに入ってるやつ見せる。そう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 、ここのこれがこの文字、あ、シングルエクイチェン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 、はい、はい、詳しくは詳しくはね、商品ページ商品ページから見てみてください。気になれば、気になる人は気になる、うん。あとね、これ今日持ってきたんですよ、モカカーデ。あら、春先に出たやつ。ほら、それ生地一緒なんで完売じゃないですか、それ。これ完売してるんですけど春先にさ、はい、ゲットをしてくれた人はさ、うん、こういう楽しみ方もできるよっていう。それやってほしいつか、やりたい人いるね、うん。だこれのショーツの入荷が7月だから、多分7月にこのセットアップは熱いと思うんだけど、そうだね、もうちょっと過ぎて、うん、またさ、このショーツに長袖のスタイルになってくる秋口とかに、ぜひこうこの組み合わせ。ああ、いいですね。え、どうどうどう。いや、いい感じよ。超いいじゃん。めっちゃいい。いいな、それ。そうか、その合わせができるんですね、うん、ゲットした人は。だベージュもね、うん、まあ、僕はね、このモカカーで2色買いしたんで。あ、2色いったんでこのベージュベージュで合わせてもいいよね。いいですね。かっこいいな。うん、だそんな感じでね、おう、このモカカーデを買ってくださった方は、はい、ぜひこのショーツも同じ色で合わせてもらうと、お、面白いかなと。いいですね。はい、思います。あ、まあ、フロントのファスナーはない。あ、ないですね。うん、私はつかないけどね、まあ、ファッツって。そうそうそう、下ろしちゃうから。ここで下ろしちゃうとあれなんだよ。はい、うん、いやー、でもこの横にステッチがないのはこの絵型じゃ気づかなかったな。すげえわ、やっぱね。サンプルをこうお借りして着ると発見がありますね。うん、はい、あとあれか、さっきちょろっと言ったこの股下のガゼット、おうおう、ここにマチがついてるから、うん、まあ、この180度開いても大丈夫。部屋でもいいし外でもいいし、うん、最高です。ここですね、うん、色展開が、はい、色展開、これがサンドベージュ、おで、カキオリーブ、うんうんうん、で、ネイビーとブラック、おこの4色展開。おい、多分これ今までさ全部出てるよね。あれ、カキオリーブあったか、この色だった。うん、そうだね、そういえばそういえば、うん、カーキオリーブっていう名前も。あ、そうだね。だで、ネイビーは、うん、カーデでは出てなかったんだけど、スウェットで出てた、ね、パーカーで、うん、そうか、そことセットアップはあんましないかもな。あ、でもそういう感じの、うん、今まで見たことがある4色、はいはい、おで出てます。はい、うん、サイズ感が僕が身長172の52キロ、はい、細めで肩幅広め、はい、の体型で、はい、今ねこれ L、L、一応 L なんだけど、もうちょっとなんかこれサンプルだから、うんうん、1、2センチ丈が伸びるって書いてあったよね。はい、そうですね、2センチぐらい、うんうん、一応これ L で、うん、1、2センチ下げて普段より履いてみるとこんな感じかな。うん、大輝だったら何サイズいきます？これ俺 L かな。うん、うんうんうん、 L だね。なんかあんまりこう膝がさ出ちゃうのはさ恥ずかしいから。そうか、それ出ない方が好きな人はサイズアップとか、うん、あで、ウエストはねどっちみち紐だから、はい、紐とゴムで、あ、そうだね、うん、調整できるから。じゃ好みのシルエットでね、うん、うんうんうん、そんな太くはないもんね、うん、ここね、いい具合にちょっとこう、うん、テーパーじゃないけど綺麗に、うん、シュッてなってるから、うん、多分ね、サイズ上げて履いても、うんうん、なんだろう、ダンってなんない、いい感じ、はい、っていうサイズ感です。うん、じゃ今これあれか、ブラックしか履いてないけど、うん、他の色のね、はい、チャックとかも、はい、この後写真で撮って、はい、あの商品ページにどんどん載せてったり、あとインスタの方もね、あ、はい、載せて、はい、そちらも
この動画の概要欄にリンクを貼りますので、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、楽しみです。そんな感じです、はい、何かご不明な点やご質問などございましたらお気軽にメールまたはコメントにてご連絡ください、はい、またいただきます。